皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日はお母さんの算数教室、倍数の見つけ方について説明します。2の倍数、この見つけ方、2の倍数は1の位だけを見ます。この1の位が2の倍数になっていたら、それが何桁の数であろうと、その数は2の倍数ですね。つまり1の位が0、2、4、6、8、偶数になっていたら、それは2の倍数と分かります。次は3の倍数です。3の倍数の場合、各位の数の和、これを計算して、その答えが3の倍数になっていたら、つまり3で割り切れたら、それが何桁の数であろうと、その数は3の倍数と分かります。具体的には、1572という数があります。これが3の倍数かどうかを調べるとき、各位の 1+5+7+2 をやります。そうすると答え15になりますよね。15は3で割り切れる、3の倍数なので、この1572は3の倍数、こういうふうに分かるわけです。次は4の倍数です。4の倍数は下の2桁、これが4の倍数、4で割り切れたら、その数は何桁の数であろうと4の倍数ということです。これはなぜかというと、4×25 が100になります。つまり、100の位より上の数というのは絶対4で割り切れるようになっているんですね。ですから、下の2桁だけを確かめれば、その数が4の倍数かどうか分かるということです。ね。具体的にやってみると、この636、これは4の倍数かどうか調べる、または4で割り切れるかどうかを調べるときには、まず600の部分を考えると、600っていうのは 4×25×6 って、ね、これ4をかけているので、600っていうのは絶対4の倍数になっているんですね、または4で割り切れる数になっている。だから、下の2桁、36、これが4で割り切れれば、全体も4で割り切れる、4の倍数であるということが分かります。36÷4 は答え9です。割り切れますから、この636は4の倍数ということになります。5の倍数の場合、1の位が5または0だったら、その数は5の倍数と。ね、一番後ろだけ見れば分かる。これ2の倍数の時と同じですよね。じゃあ6の倍数はどうかというと、6の倍数は2の倍数で、さらに3の倍数にもなっている数、こうなります。具体的には7254、これを見ると2の倍数かどうかは1の位だけを見ればいいんですよね。1の位4、偶数になっていますから、これは2の倍数だということが分かります。さらに、各位の数を足します。7+2+5+4は18。18は3で割り切れますね。3の倍数になっているので、これ3の倍数になっています。この7254は2の倍数で、さらに3の倍数にもなっているので、これは6の倍数ということがわかるんですね。7の倍数。実はね、7の倍数も、調べ方あるんですけれど、実際に7で割っちゃった方が7の倍数であるかどうか計算するのが早いので、これは7の倍数かどうかは7で割ってみてください。じゃあ7を飛ばして8の倍数、これちょっとマニアックなものになります。実はこれを説明するときには高校の数学が必要なんですよね。ですから、こういうものがある、こういうやり方があるということだけ頭に入れておいてください。これ100の位の数を4倍したものと、下の2桁ね、これを比べて大きい方から小さい方を引いて、その計算した答え、これが8で割り切れたら、その数は、8の倍数、こうなります。具体的には3536という数、100の位は5ですから、この5に4をかけて5×4=20となりますよね。で、下2桁は36ですね。比べたら36の方が大きいです。
この時36-20を計算します。そうすると16は8で割れますよね。8に16です。ですから8で割り切れるので3536は8の倍数とね、こう分かるんですね。まあ8の倍数こういうふうに計算するってこと、あったなっていうことだけ覚えておいてください。9の倍数の場合、これ3の倍数の時と同じなんですよ。実は3の倍数と9の倍数、なぜそうなるかというのは、中学2年生で学習する文字による説明、これを使うと説明ができます。9の倍数も各くらいの数の和が9の倍数になっている、9で割り切れると、ね、こういうものです。89,721と各くらいの数を足します。8+9+7+2+1、これ計算すると27ですよね。27は9で割り切れますよね。草27、ね、割ると3になります。9で割り切れるということで、この89,721、これは9の倍数になっている、こういうことが分かるんですね。10の倍数の場合、もう1の位だけ見て、1の位が0だったら、これはもう10の倍数だよと、ね、こうなりますね。今回は倍数の見つけ方、ね、それが何の倍数なのか、ね、見分け方について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。